新年に私たちの願いを込めてどんな年になってほしいのかっていうことをですね、やっぱり皆さん、日本の皆さん、それから世界の皆さんにこれを知ってもらいたいということで、もう金沢翔子さん、あと金沢翔子さんのお母様の安子さんがご賛同くださってですね、今年で6年目になります。今いろんな遠くの国で戦乱が起こってまして、私たちがどんなに頑張っても応援しようって言って拳を上げてね、反対しようとも届かないということが分かりまして、せめて私は心で寄り添っていたいなと思いましてね、愛でね支えるしかないなと思いまして、愛ということを選んだのと、もう一つこの愛を選んだ理由がありまして、アインシュタインのE イコール MC の事情、今世紀もあって最大の数式と言われる E イコール MC の事情の有名なね、原発まで作ってしまうような力を持つ数式は愛の方式なんだよって書いてあったんです。愛、この世にで一番大きな力は愛なんだよ、全ての力の中で一番大きなのは愛なんだ、宇宙に見てる力は愛なんだ、愛が一番強いってことをもう100年前にちょうど100年ぐらい経ちますけども、アインシュタインが言ってるんですね。私はこの数式には本当に感動しまして、一番好きな数式ですけれども、愛が一番力が強いし、愛で支えなければいけないし、今度の戦争もどうにもなりませんけども、でもせめて私たちは愛を持って心で寄り添っていきたいなと思いまして、愛にいたしました。せーの、ハッピーニューイヤー。はい、はい、それでいいですか。いや、もう本当にもう愛って何者にも本当に変えられない、なんかもう字を見てるだけですっごいパワーを感じて、そう、なんかね、愛です、本当に、もう本当にもう本当もう愛しかないって、体が熱くなってきたいや、あれは本当にすごい愛が必要としてるなっていう自分の中でね。でももらう愛だけじゃなくて与える愛っていうのも必要だと思うので、なんかこう本当に無償の愛を与えられる人に出会えたらいいなでもすごい本当に素敵でした。いや、もう間近で見れて迫力はやっぱりなかなか。お名前はもちろん、知ってはいたんですけど、初めてです生で、こういう演出の中では本当初めてです、本当にスタートが切れました素敵ななんかイベントをご用意してくれて本当にありがとうございました。Thank you.